でね、この試合がぐっともう盛り上がって引き締まってますよね。はい、高柳中4日置いてのマウンドです。そしてここまでロッテを2点に抑えてます。一方ロッテの先発ピッチャー園川も好投。中4日のマウンド、共に左右がぶつかり合って、若手がっぷり四つの投手戦がとにかく終盤まで熱い興奮がじわじわ盛り上がってきて、7回の表ホームラン2発、近鉄の方に熱く沸騰して、今度は岡部が盛り上げる、また一発です。7回の裏ロッテ、ロッテもしっかりと反撃態勢に入りました。ノーアウト一塁です。古川がヒット、まさに第1試合と全く同じような展開になってまいりました。小川さん、そうですね、第1試合が4対3、はい、9回ベテランなしだ代打で逆転タイムリーをして、はい、そして満塁のピンチを3番手抑えの天野がしのいだ。そうですね、ここはやはり交代するべきですかね。はあ、はあ、どうやら高柳はマウンドを降りるようです。あの表情、大井監督が出てきて悔しそうな表情を見せました高柳。プロ野球中継ロッテ近鉄戦、この放送は9時15分まで川崎球場からお送りをしてまいります。そしてこの後の模様は10時15分からのニュースステーションの中でもお送りをしてまいります。やはり第1試合同様、小川さん、はい、中継ぎという格好で吉井が行きますね。そうなりますね、まあ、吉井で行けるところまで行って、で、はい、あの短いイニング、天野の全力投球と、はい、それを呼んでるでしょうね。第1試合が先発が小野で、はい、そして第2試合の高柳同様によく先発の責任を果たして、そして2番手が吉井がマウンドに上がりました。そして9回ノーアウト1塁になって、いやワンアウト1塁ですか、はい、なったところで天野が上がったんですね、まあ、ちょっと吉井がね、カッカカッカしてね、ボールストライクのコールでね、ちょっとなんていうんですか、精神状態が不安定だったですから、はい、すぐ変えましたね。そしてその後ツーベースなどを打たれた天野が満塁のピンチを作ったんですが、最後森田を見逃しの三振に、はい、いや空振りでしたかね、スイングですね、はい、スイングアウトでしたね、スイングアウトの三振に仕留めて、はい、近鉄バファローズが129試合目、おととしは129試合目で阪急に叩かれて、西武に逆転優勝を許して無念の涙を飲んだんですが、今日は大きなハードル129試合目を超えた、はい、そうですよ、今年のペナントレース、覇権に向かって8年ぶりファイナルゲームを迎えている130試合目、はい、まあ、あとはゴールに向かって一直線という、ね、ハードルを飛び越えて、そういう感じに受けますからね、はい、そしてマウンドには今年大きくチームを支えてきた若きストッパーの吉井、はい、ここまで吉井の投球練習を見ながら、小川さん、近鉄バファローズの今シーズンの戦いぶり、どう捉えてますか、話をしてください。そうですね、やはり前半はどうしても西武がね、投打とも非常にいいバランスだったですね、しかしそこを諦めずにずっとこう2位でついてきてたっていうのが良かったですね、はい、まあ、それを今言われた吉井が、はい、抑えでしっかりしてたっていうのが大きかったですね、その間にチームはじわじわと力をつけてきた若い選手と、はい、ベテランがうまく噛み合い出して、はい、夏は以降からそろそろ、まあ、勝てるチーム力になってきたわけですね、はい、さあ吉井が投球練習終わりました。得点は3対2、わずかに近鉄1点リードと変わってます。勝負ごと最後の最後まで分かりません。そしてよく言われます、スタジアムは巨大なびっくり箱です。いつだって何が飛び出すか分からない、ぎっしりと意外性の詰まった巨大なびっくり箱、今日のダブルヘッダーの第1試合が注目のゲームにふさわしく白熱した好ゲーム、命枯れました。ダブルヘッダーの第2試合もロッテ意地を見せて1点差、またまた白熱する好試合です。袴田を送ります。ワンアウトランナーセカンド、小川さん、はい、何か双方がダブルヘッダーの第1試合もそう、第2試合もそうですが、もう終盤以降は白いボールに向かって頭が真っ白になって、集中するようなゲーム展開になってきましたね。そうですね、もうね、ロッテも優勝がかかってるようなね、そのようなもう試合運びであり戦いですよね、これが非常にこの3万のお客さんをね沸かせてますし、僕らもこう興奮している状態ですね。したがって
テレビご覧の皆様、プロ野球中継ロッテ近鉄戦、この放送9時30分までひとまず川崎球場から延長してお伝えをしてまいります。今日の試合で決めかねていた勝利の女神が1988年度のパリーグのチャンピオンチームを決定いたします。近鉄勝たなければ優勝はありません。引き分けでも西武ライオンズが4年連続6回目の優勝ということになります。いやー、ここまでチームを支えてきた抑えの吉井、はい、ブルペンでは阿波野やってます。加藤哲朗も始めました。総動員体制の近鉄の投手リレー、もうほとんどベンチに山崎あたりも入ってるのと違いますかね。今ちょっと見てみますね。山崎は入ってないようですね。村田が入ってますね。戸石さんですか。はい、そうです。山崎選手はね、ユニフォームを着てベンチに入ろうか入る前かっていうのはね、2点差になった時点で胴上げの準備を整えたんですよね、はあ、で今シーズンの近鉄を象徴するシーンが実は高柳投手がマウンドを降りてベンチに迎えられる時に起こりまして、みんなね拍手で迎えるんですよ、うん、新人にね、ようやったよう投げたという風に迎えましてね、最後は一番後ろにたまたまそのロッカーの方に出ていたオグビー選手と高柳選手がすれ違ったんですが、オグビー選手も拍手をしましてね、ナイスピッチという風に声をかけてましたね。ベンチサイドリポーターは豊島信康アナウンサー、バッターは代打の上川。上川のバッティングの中でバッコさを感じます。ここまで近鉄が5安打、ホームランが7回に飛び出した吹石、それから牧師のホームランなどありまして3点を奪っています。6安打ホームラン2発の近鉄、一方ロッテ6安打マドロックのホームラン、岡部のホームラン2点、点差わずかに1点、近鉄のリード1点。吉井踏ん張るか、捉えるか、代打上川。いやー、上川のバッティングも全然昨日あたりと違いますね、やはり気合入ってますね。上川もガッツ見せます。マウンドダブルヘッダーの第1試合同様2番手上がってまいりました。今シーズン何回も何回もこんな危険な場面、プレッシャーに包まれて登板の吉井、チームを支えた男吉井、5年目、何回もタイトルを渡り切っております吉井です。追い込む3球目、2ストライク1ボールになりました。解説小川徹さん、はい、もしもここで上川がタイムリー打ちますと全くゲームがまた8回9回もつれてきて、分かりませんね。そうですよね、振り出しに戻るということになりますけれどね、かといって早々に泡のは突っ込めませんからね。2回の裏ロッテが1点、6回の裏近鉄が1点、7回の裏近鉄2点、そしてロッテ1点返して3対2近鉄のリード1点。2エンド2になりました。まさに今年の優勝争いを象徴するような今日のダブルヘッダー2つとも川崎球場は白熱のデッドヒートゲームになってます。2回の裏マドロックホームラン、6回の表オグリビー同点タイムリーセンター前、7回の表ホームラン2発近鉄、7回の裏ロッテ岡部のホームラン点差1点、ワンアウトランナーセカンド、ボックス代打上川、運動わずかに外れた近鉄のブルペン、右の加藤哲朗、第1試合で初めてセーブを挙げた阿波野、急ピッチの投球練習。プロ野球中継ロッテ近鉄戦、この放送は9時30分まで川崎球場からお送りします。権藤コーチの視線の向こうにストッパー吉井、1、ぬるいか、飛びつく肌、ベースカバー吉井、競争、吉井の足が速かった、ランナーは三塁へ、ツーアウトランナー三塁、1番セカンド西村、ツーアウトランナー三塁、このイニングとりあえずしのぎをつけるかピッチャー吉井正人、17年目守る54年55年の優勝を知っておりますベテランの肌。
緊張感があるんですね、はい、フォークラムしましたね。そうですよ、今のもね、あの一塁間の、まあ、ヒットコースに飛びましたけどね、腹の動きが非常に素早かったですね。はい、三塁ランナーがホームを踏めばたちまち同点です。ツーアウトランナーは三塁です。ボックス西村を迎える近鉄ベンチ。第2試合は3打数でノーヒットの西村、しかし足の速い盗塁を確実にしております西村、小技が怖いところ。バントもなかなか上手い選手ですもんね。そうですよ、こういう場合はセーフティーバントはありますからね。そこで、まあ、キャッチャーの山下が指示しましたけど、まあ、油断しないようにね。さあロッテも粘ります、ロッテも粘ります。粘る西村のバット、同点になった。3対3の同点。ロッテも今日はダブルヘッダー2試合とも素晴らしいガッツを見せてくれます。3対3の同点になりました。いやー、しかししぶといと言いますか、うまく打ちましたね。こういう場面ではね、バッターも大変なんですけどね。それにしましても今日はダブルヘッダーの第1試合が3万人のお客さん、はい、第2試合も3万人ぐらいのお客さんだと思うんですが、入場料安くありませんね、あの高くありませんね、今日は本当にね、本当安いですね、これはね実感させるバッティングですよ、はい、これはボールに逆らわなかった、上手かったですね。さあここはね、あの今先ほど言われましたよね、盗塁をまあ確定してますね、それだけ足上げますから盗塁きますよ、まあ、バッテリー警戒してますけどね。ツーアウトランナーは一塁、マースランナーは西村。ロッテとしてはここで突き放したいですからね。ボックスは佐藤健一、第1試合ではなんとヒット4本打ってますからね。そうですね、今日の当たり屋ですよね。従って西村が盗塁成功、はい、そして得点圏に進んで、この佐藤健一のバットで逆転ということは有藤さん考えますでしょ。そうですよ、あやはり初球待ちますね。ところで代わってマウンドに上がった2番手の吉井なんですが、はい、春先の勢いになった頃のボールの状態とちょっと今日あたり違いますか。ややね、やはりこれは仕方ないでしょう、プレッシャー緊張感ね、そういうのありますからね、はい、西村がリードを取ります。およそ3メートル、先ほどご覧いただきました一塁側ダッグアウト有藤監督、三塁側のダッグアウト大井監督の表情、そして 25.4 センチの頂き、第1試合に続いて吉井が上がっています。両監督の駆け引きも五分と五分です。得点も3対3の同点です。ツーアウト一塁です。バッターは佐藤健一、ブリリアントストッパー吉井、2球目外します、バッテリー外します、走りません。こういう駆け引きっていうのもね、今年の流れで、まあ、見どころですよね。4月吉井投手が月間 MVP、はい、8月近鉄ブライアントが月間 MVP、 9月オグリビーが月間 MVP、 この3人がやっぱりここまで支えてきた一つの状態を表してますね、MVP の受賞に、はい、近鉄がここまでね、もう優勝の そこまで来たっていうのはこの3人がやはりそれぞれ節目で働いたというのが大きいですね、はい、そしてロッテ今日燃えてます。目の前では絶対胴上げは見たくない、そんな気持ちありあり、走る打つこう、エンドランという格好になりましたね。ですね、ランエンドヒットという形ですけれど、はあ、今のはそうですね、佐藤が打たなければ盗塁はちょっと危なかったかもしれませんね。スタートがちょっと遅かったですね。はい、ただいま停電を行っております。さてまた佐藤健一選手の足に自打球が当たったんですね。ちょっとここで張り詰めていた緊張感が少し緩みます。2回の裏ロッテオリオンズ、マドロックのホームラン17号で1点先行、そして近鉄が6回の表オグリビーがセンターへのゴロのタイムリーヒットで1対1同点になりました。そして7回の表ワンアウトから吹石第2号のホームラン、そして牧師が第3号のホームランで3対1になったんですが、7回の裏ロッテ岡部の11号のホームランで1点差、そして西村センターへのタイムリーがありまして現在3対3同点になってます。近鉄バファローズ引き分けではダメです、引き分けでは優勝できません。絶対条件
この今シーズン最終試合130試合目勝ちが絶対条件です。優勝するためには辛いギリギリいっぱいのゲームですね、小川さん。そうですね、負けれないというか、あの勝たなければいけないということですね。はい、さあ、さまざまな瞳が吉井に、明日一戦を投げかけて守備体勢に入る。ファールで粘ります。ブライアントライトに途中から回ってます。レフトには途中からセンターから新井が回っています。センター代打で出場、第1試合ヒットの同点タイムリーを8回に打った村上がこの試合の出場。村上が途中からセンターに入ってます。吹石、羽田、スリーアウトになりました。7回の裏、ロッテオリオンズが同点に追いついてます。3対3の同点です。小川さん、はい、本当にあの最後の最後になりましてね、川崎球場のダブルヘッダーの2試合が本当に今日のパリーグの今年の優勝を決定するゲームにふさわしい演出をですね、さまざまな形でなんかされてるみたいな気がしますね。そうですね、まあ1試合目2試合目本当にもうなんて言いますかね、この2試合目が1試合目そのまま持ってきたようなね戦い方でしょう。これはねお客さんもね、もちろん近鉄ファンとしては勝ってほしいでしょうし、まあしかしロッテファンとしましてもね、この戦い方っていうのは今までのロッテと違うようなね、そういう感じを受けて見られてるんじゃないかと思いますよね。しかも第1試合第2試合と3万人のお客さんですもんね。さてここまで先発ロッテは園川が投げ続けますが、はい、高柳先ほどのイニング途中でマウンド降りました。その両投手のピッチングなども、交えましてね、このゲームのポイントをちょっと振り返って教えてください。そうですね、やはりね、なんといっても、まあ、ポイントで言いましたらもうピッチャーの踏ん張りでしかないでしょうね。やはりあの高柳は力で押した、はい、そして園川も今まででしたら技でかわすピッチングが主だったんですが、今日はそれじゃなくて力できたと、力対力、若さの勝負でね、ここまで来た盛り上がってると思いますね。はい、さあいよいよ勝負のラスト8回9回の2イニングずつの勝負になります。3対3タイスコアです。2番高田純、近鉄は新井から始まります。小川さん、はい、近鉄にとっては同点に追いつかれてこの高田純2番から始まるね、打順このイニング、ね、大事に攻めたいところですね。そういうことですね、打順2番で8回でしょ、はい、ここで、まあ、近鉄側としましてはもう1点でも取ればね、はい、ぐっと優位になってきますよね。ところがその川が今日は本当に素晴らしいピッチングしますね。素晴らしいですね、まあ、今年も何試合も見てましたけれどね、これだけ力で押したピッチングというのは本当に初めてですね。第1試合の小川も好投でしたよね、ロッテ、はい、そして第2試合先発の園川好投、つまり気持ちの気、気が体を動かすというのはやっぱりあるんですね。ありますね、ましてこれだけ大勢のファンの前ではね、プロとして無駄な戦い、無駄なピッチングができないという、それが自然といいピッチングになるんじゃないでしょうかね。はい、そして当然近鉄の選手たちは優勝に向かっている、はい、燃えないはずがないわけですから。そういうことですね、本当に今日の川崎球場は素晴らしいゲームをプレゼントしてくれております。第1試合は4対3近鉄が1点差逃げ切って、阿波野が8セーブなどありまして、マジックを1にして迎えた今日のゲーム、3対3同点。8回の表バファローズの攻撃は新井から始まってます。新井セカンドゴロでワンアウト。なおロッテですが、代打の上川に代わって水上がサードに入りまして、サードの佐藤健一がショートに回っております。ワンアウトランナーなしで
そして何回もこの中継中にも話が出ました、6月29日から中日からやってきてチームに合流し、はい、日本ハム戦でデビュー、チーム爆発力で引っ張ってきたブライアント。そうですよね、とにかく、まあ、6月の、29日だったですかね、はい、からですからね、 ほぼ、まあ、数ヶ月という、ね、短い間に33本、詰まってますがずるん、これで74試合で34本のホームランを打ったことになります、ブライアント。すごいですね、あその話をしようと思ってたところでね、まあ、2試合に1本のペースでしょ、はい、素晴らしいですよね。川崎球場、またまた左方向が大きく右に左に上に下に揺れます。万歳起こります。詰まってませんでした、詰まってましたよ、詰まってましたからね、どうでしょう、フェンスぐらいかな、その前に取れるかなという感じはありましたけどね、今言われたパワーですね、振り切ってますからね、はい、さあ近鉄が再び1点リード。6回には目の前でブライアントをこの園川が歩かせた燃えてタイムリーのオグリビーが左バッターボックスに入ろうというところです。おやおや、物が投げ入れられているんですね。ちょっと緊張感が緩みます。物が外野スタンド投げられてちょっと緊張感緩んでます。それにしましても、まあ、どちらのファンでありましてもね、やはりこう試合進行の妨げになるようなことをやってはいけませんね。せっかくの熱戦がね、水を差されるという感じしますね。同点に追いつかれた後に飛び出したこの価値ある一発になりましたね。そうでしたね、本当にね、新井が倒れて、まあ、ブライアント・オグリビーの、ね、一発を皆さん期待してた、その通りのブライアントの働きでしたね。そしてオグリビーがバッターボックスに入ります。先ほどのダッグアウトの雰囲気を見ておりましたら、その辺の安堵感が感じられましたもんね。そうですよね。しかし1点リードでは今日のロッテは粘りがあります。ゲームさらにまだもつれます。オグリビー左を狙います。まだ小川徹さん、はい、私は8回9回ロッテの攻撃に波乱が待ってるような気がするんですね。ありますよ、今日の戦い方ロッテ、これは素晴らしいものがありますからね、したがって大木監督と権藤コーチが相談打ち合わせをしてるんですね、どこで、まあ、泡の投入するかね、そういうことになってくるでしょう。オグルビーも一発勝打、爆発をさせたいところでしょう。4対3近鉄が1点リード。ショートの森田、愛子に渡します。ツーアウトになりました。失礼、途中からショートに回った佐藤健一からボールは愛子に渡ってます。そしてダブルヘッダーの大試合について阿波野いつでも出るという構え。おお、昨日先発の宋がマウンドに上がるんですね。いや、有藤監督もこの一戦にかけていると言ってもいいぐらいね。そしてこのゲーム展開ですから、はい、このまま野球中継を延長いたします。なお今日のさすらいでか余剰編は休ませていただきます。いやしかし園川投手も好投でしたね、はい、いや素晴らしいピッチングだったですよ、このまま野球中継を延長いたします。なお今日のさすらい刑事余剰編は休ませていただきます。第1試合では終盤、はい、同じような格好で牛島が上がってきて捉えられました。そうでしたね。
牛島がね、久しぶりの登板ということで、コントロールも悪かったんですけれど、まあ、しかし、梨田、ベテラン、まあ、詰まりながらも決勝で打ったというね、はい、これはまあ、なんて言いますかね、どちらの力を尽くしてのね、そういう戦いですからね、結果どうなり転びましてもね、これはすがすがしいものがあると思いますね、はい、今夜のこのゲームでパ・リーグの優勝の行方が決まります。本当に双方ともガスとガスがぶつかり合っていいデッドゲヒトヒートゲームを展開しておりまして、現在はロッテが1点をリードされてマウンドには層が上がっております。ロッテが2回の裏マドロップの先制ホームラン、1点リードを奪いました。そして6回の表にオグリビーのタイムリーで同点、そして7回の表近鉄がホームラン2発。このまま野球中継を延長いたします。今日のさすらい刑事旅情編は休ませていただきます。吹石と牧師のホームラン、そして7回の裏ロッテが岡部のホームラン、それから西村のタイムリーで同点、8回の表近鉄ブライアントに突き放す34号のホームラン、オグリビーショートゴロに打ち取ったところで先発好投の左の園川がマウンドを降りて、昨日先発の宗がマウンドに上がって投球練習終了。小川さん、はい、ここまでとりあえず第1試合の4対3のスコアになってるんですよね。そうなりましたね、やはり終盤でもつれましたね、はい、やはりこれもお互いの主力の尽くし合いがこういう展開になってるんでしょうけどね、さあギリ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 いっぱいに張り詰めました。さあ今日の優勝を決定するゲームです。川崎球場、バッターは幅です。本当に野球の素晴らしさが堪能できる今日の2試合ですね、全くその通りですね、1球2球外れました。はい、トシさん、ブライアント選手のホームランの話なんですがね、打ったのはインサイドのストレート、インローのストレートって言ってましたね。どん詰まりだけれどもなんとか言ってくれたと、今日の第1試合はプレッシャーなのかちょっと沈んでいたけれどもとにかく貢献したかったんだと、こういうブライアント選手の話ですね。やっぱり本人もどん詰まりを認めてたんですね。そうでしたね。さてその8回の表ブライアントのホームランで4対3近鉄がわずかに1点リード、宗が原の時からマウンドに上がってます。首をかしげた宗、宗がしかし小川さんね、はい、ここをまたピシャリと締めて、1点差のまんまで8回の裏に入りますとロッテの攻撃が3番の愛好からでしょう、そうですよ、だから分かりませんからね、はい、ここは2番手の宗がねやはりツーアウトですからピシャッといけばですね、それは8回9回反撃十分ですよね。そうですね、そう、そんなロッテファンの一塁側のダグアウトのちょっと有藤監督の気持ちを裏切るような格好、フォアボールになりました。ツーアウト一塁、やはりちょっと昨日の疲れがありますかね。そして大井監督が動いてランナーを変えるんですかね。ピンチヒッターですね。代打ですか、はい、なるほど。第1試合8回に同点タイムリーツーベースを代打で打った村上に代えて代打ですね。しかし1試合目も2試合目もどちらも総力戦ですね。はい、三塁側の内野スタンド燃えろ川口コールが起こってます。そして一塁側のブルペンでは西名がベテランずっと続けてやってます。そしてもう一人右ピッチャー出てますね、関ですね。先日完投勝利を挙げてますからね、プロより初完投勝利を挙げた関ですね、はい、さて代打の和口が左バッターボックス、4対3近鉄が1点リード。ここまで近鉄が7安打、ホームラン7回の吹石の2号、牧師の3号などありまして4点を奪っています。8回にはブライアント34号、ロッテ7安打、ホームラン、マドロック、それから岡部にあります3点です。
間を送り込んだ大井監督、ベテランの阿波口が左バッターボックスに入っておりますが、ロッテの方も投手リレーが総力戦ですね。そうですね、だからロッテとしてはとにかくもう追加点はやらないということですからね。はい、その踏ん張りにかかりますね。そうですね、そうがこの近鉄が今日勝って最終戦で優勝を決めてというその流れに向かって流れていくところに立ちはだかる形でマウンドに上がった、ここも辛いでしょうね。そうですよ、そしてね、やはりよく言われるのは目の前で胴上げ見たくないとね、よく言われますよね、はい、そのためにもやはり層の踏ん張りということになりますね。はい、そう、2番手後頭の園川からつないでます。昨日は早々とマウンドをちょっとノックアウトでね、折れる格好になりましたから、そうでしたね、まあ昨日の雪辱ということはありますからね、その気持ちはやはりあるでしょう。第1試合が3万人のお客さん川崎球場、第2試合も3万人です。第1試合は4対3、冷や汗たっぷりかいた近鉄が振り切っております。そして第2試合ロッテ7回の裏同点に追いついて8回の表ブライアントのホームラン、現在は近鉄が1点リード。おっと、そう、記録は内野安打、記録は内野安打。まだまだ月は近鉄の方にあるんでしょうかね。近鉄の月ありますね、サードの水上ですか、三遊間に寄ってましたからね、逆を突かれまして、丁寧に行こうとして、まあ、グラブ触っただけという感じでしたね。はい、さあ、なんとかロッテの方もね、球場全体がちょっと近鉄サイドね、異様な雰囲気でこう包まれ始めた中で、なんとかこう歯車の回転を逆にね、噛み合わせたいというね、もうここでね、とにかくイニングを変えなければいけないですからね、このままでしたらどうしても勢いに流されていきそうですからね、そのためにはこの、まあ、吹石、先ほどホームラン打ってますけど断ち切らなきゃいけないですね。はい、4対3です。近鉄が1点リード、8回のまで2アウト1塁2塁、バッター7回に昨日に続いてホームランの吹石、そう、袴田、しっかりサインの交換は、ソウのボールの走りどうですか。うん、やはりね、彼本来のスピードコントロールね、ちょっとやはり今一つという感じ受けますよね。ああ、そうですか、だからちょっとこれはコースを間違わないようなピッチングですね。ここで近鉄がさらに得点を重ねるとちょっとイニングが深いだけにね、重みはありますからね、はい、そうですよ、ここでもう1点追加されるとね、やはり近鉄側としましてはどうしても投入する時期になってきましたからね、はい、そう2点3点というのは苦しいですから、こっち側としてはそうはここが踏ん張りどころですね。ツーアウト1塁2塁、1点リード8回の表近鉄バファローズ、ボックス吹石、三塁水上、ギリギリいっぱいタイミング、アウト。ソウを盛り立てたバックス、ソウも踏ん張った。これで小川さん分かりませんね。分かりません、この1点ではね、やはり何が起こるか分からないのが野球ってよく言われますからね。8回の表終わりました、4対3です。近鉄が1点リード、そしてマウンドに阿波野向かってます。小川さん、はい、本当に第1試合と同じ展開なりましたね。なりましたね。ここでちょっと 早めという感じを受けますけれどね、第1試合は9回で登板の阿波野でした、ということは2イニング任せるんでしょうかね。阿波野も疲れがありますからね、おとといですから完投したんですよね。そうですね、中1日置いてダブルヘッダーの第1試合、初めてセーブを獲得のね、はい、抑えに上がってまいりました。で、現在阿波野投手が14勝なんですよね。最多勝が現在ですね、パリーグの場合は西崎、松浦、渡辺が15勝でしょう、はい、展開によれば彼が勝ち投手になる可能性も、そうなってきますよね。
ブライアントの先ほどの34号のホームランですね。談話では詰まってたと本人も認めてましたが、インコースのまっすぐでしたね。ちょっとシュートでもかけておればという形になりますけれど、あそこまでいかなかった、それが詰まってましたね。阿波野の場内アナウンスがありまして、どーっとまた川崎球場が揺らいだところです。ブライアントの価値ある一発34号、まあ、大井監督とすればですね、はい、14勝でチームを支えて、とにかく西武戦の大事なところでは初戦ぶつかっていって、はい、なかなかバックスが点が取れない、力投してくれる阿波野をやっぱり最後の胴上げ投手に持っていこうという、そうですよね、そういった読みもあるんでしょうね。それはあるでしょうね、そしてやはり気合の入っている、もう本当に気力充実している阿波野ですね、これを持ってきましたね。さてロッテはこの阿波野に対しまして3番の愛好からですが、どういったバッティングでトライにかかりますかね。そうですね、まあ阿波野の性格からしましてね、どちらかと言いますと速い球で来る確率が高いですね。だからその速い球を一つ絞るべきと僕は思いますけれどね、ああ、これはまあバッティングコーチなりスコアラーの判断指示がありますからね、なお新井がセンターへ戻りまして、代打の阿口がそのまま6番でレフトに入ります。近鉄の守りがこういう風に変わってます。だから先ほど言いました阿波野の性格で、一昨日ですね、石峰がストレートをもう一つ待って打ったというね、はい、そういうこともありますから、はい、まあ、そこはバッテリー重々分かってるとは思いますけれどね。左対左の勝負になりますが、もう有藤監督もこの人は変えませんね。リーグを代表するヘビーな左バッター、はい、愛好がバッターボックスに向かいます。素晴らしい3番バッターになりましたね、はい、1点を追って終盤8回の裏ロッテオリオンズの反撃です。近鉄は今日がこの試合が130試合目、ファイナルゲームで8年ぶり3回目の優勝をかかってます。ロッテさあ8回の裏の反撃開始。岸そして川崎球場、この時また風が強くなっております。秋風ならぬ熱風、右中間方向川崎球場です。愛子首をかしげてます。またこの風の向き強さあたりが一つね、はい、8回9回のね土壇場の波乱を招くかも分かりませんね。そうですね、川崎球場右中間は狭いですからね、狭い方へ風が吹いてますから波乱も考えられますね。現在バッターボックスは高澤3割2分5厘1毛。3割2分6厘そしてアウトになりますと、このバッターボックス3割2分5厘1毛とアベレージが落ちて、ヒットならば3割2分7厘1毛とアベレージが上がるわけです。普通ですとこういうバットマンレースをしていて、追い上げる選手にまず抜かれない位置にいるときには休むもんなんですが、ここにも今日のロッテ有藤さんの気持ち表れてましたね。使い切りますね。はい、そうですね、まだそれに応えて高田もよくやってると思います、はい。そして阿波野、この回からマウンドに上がってます。フォークです。ダブルヘッダー2試合終盤の緊迫のマウンドに阿波野上がってます。そしてボックスは高澤。第1試合はランナーがいる時からマウンドに上がった阿波野、はい、第2試合とやっぱり違いますね。違いますね、やはりランナーいない時のピッチングですね。先発は近鉄ルーキーの高柳、そして2番手が吉井、この回先頭バッターから3番手の阿波野、一方ロッテ先発は園川、そして先ほどイニング途中から総がマウンドに上がってます。
今のは鋭く食い込んできましたが何ですか。スライダーでしょうね、はあ、まあ、阿波野の場合は、まあ、スライダーカーブそしてあの、シンカーがいいんですね、見てみましょう、はい、当たりそうなね体をねじって、阿波野山下のバッテリーです。3人の交換終わる。14号、4対4同点、川崎球場白熱します。いやいよいよ分からなくなりましたね。いや小川さん、はい、すごいゲームを展開しますね。いや本当ですね、6回以降素晴らしいゲーム展開ですね。捉えたボールは僕はねシュートかけた球だと思うんですよね、それが真ん中に入ったと思うんです。その辺見てみましょうか、そうですね、それをあの高澤があのよく呼び込んだと思いますね、はい、素晴らしい当たりだったですね。共に近鉄もロッテもプロフェッショナルのガッツが五分と五分ガツッとぶつかり合ってます。両監督の駆け引き、三塁側大木明監督、一塁側有藤監督の駆け引きも五分と五分、4対4の同点。そして2回にはホームランのマドロック。不気味な雰囲気が8回の裏川崎球場を覆ってます。本当に男たちがカッと熱くなって燃え上がっての勝負ですね、双方ともに。そうですね、本当にね相撲で例えたら千秋楽こう全勝同士の横綱がね、がっぷり寄ってる組んだそういう感じ受けませんか。素晴らしい戦いですね。それを演出しているのは何が一番大きな要素だと思いますか。やはりファンでしょう。ファンが盛り上げてくれてますね。ファンの熱気です、はい、ダブルヘッダー今日は2試合とも3万人のお客さんです、川崎球場。左方向そして右方向右中間一塁側の方向もぎっしり詰まってます。4対4同点です。この試合もマドロックのホームランで口火波乱の幕開けになりました。近鉄が同点に追いつき、そして8回の表ブライアントのホームランで1点リードを奪えば8回の裏高澤のガッツの一発、4対4同点になってます。阿波野もちょっと高澤の一発の後遺症ありますか。そうですよね、やはりここでも一発というのを警戒してますよね、ついつい外に集まり出してですね。近鉄引き分けでは優勝できません。マドロックの阿波野に向かう姿勢も違います。気合入ってますよ。阿波野ダブルヘッダーの第1試合は9回途中から登板、ダブルヘッダーは8回の先頭バッターからマウンドに上がってます。一発ありました。4対4同点に追いつかれてます。6球目しかし阿波野投手がこういった形でダブルヘッダー2試合に登板するとは思いませんでしたね、そうですね、なんせ一昨日ね何回も言ってますよ、投げてその後ですからね、1対2負けた試合で8回投げてね、1日置いての今日の登板ですからね。7球目大石肌に渡します。2アウトになりました。やっぱり波乱が待ってました。そうでしたね、やはり打順的にもクリーンアップでしたからね。私ね小川さんね、はい、9回の表裏もう2波乱がありそうな気がするんですよ。そうですね、まあ、そうでなければ決着をつかないということになりますとね、近鉄としては不利ですしね。近鉄は9回の表山下から、そして
ロッテはこのまんま3アウトに終われば下位打線やっぱり古川あたりからの攻撃ということになるんですが、ボックスは今日ホームランを打っている岡部。ご覧のようにパリーグの優勝をかける白熱したゲームとなってまいりました。さすらいの刑事ファンの皆さん本当に申し訳ありませんでしたが、さすらい刑事を休ませていただきました。ご了承ください。なおこの後から10時からニュースステーションで試合の模様をお伝えしてまいります。阿波野流行ってます。バッターの岡部もそうですね、ですからねボールが速いんで岡部もやはりまっすぐに的を絞って結局ボール球を振らされてますね、4対4対スコアです。2アウトですロッテリードし追いつかれ、そして追いつき逆転をされまた自分たちが追いついたロッテです。ファウルボールには十分ご注意くださいませ。何回も何回も申し上げます。近鉄バファローズは今シーズンこの川崎球場のこの試合が130試合目、勝てば8年ぶり3回目のリーグ優勝です。引き分けになりますと、あるいは負けますと西武ライオンズが4年連続6回目の優勝です。ドラマチックな夜になりました川崎球場。ここまでロッテ8安打ホームランマドロック、バッターボックスの岡部、そして先ほどの高澤3本あります4点一方近鉄も8安打ホームラン、吹石牧師8回にブライアント3本などありまして4対4同点です。一歩も引けません。扇明どうです、力んでますか。力んでますね、まあ、左対左ということを考えましたらね、はい、川野のピッチングからすればやはり、左バッターは打ちにくいんですよね、はい、しかしそれ以上に阿波野が力みが見えるということですね、はい、岡部を追い込む6球目4対4の同点になりましたね、はい、再び近鉄バファローズが勝ちまして、最後マウンドに阿波野がいればですね、15勝ということになって西崎、松浦、渡辺と並んでシーズン終了という流れにもなるんですよね、そうなりますね。4人の最多勝投手ということになりますかね、はい、こういうのもちょっとないでしょうけどね。ただ現在は4対4同点です。ロッテ本当に本拠地目の前で胴上げは見たくない気持ち、ありありとこのダブルヘッダー2試合伝わってきます。4対4同点です。ご覧のようにパシフィックリーグの優勝をかける白熱した好ゲームとなっております。さすらい刑事ファンの皆さん本当に申し訳ございませんでしたが、スポンサーのご好意によりましてさすらい刑事を休ませていただきました。ご了承くださいませ。なおこの後10時からニュースステーションで試合の模様をお伝えしてまいります。阿波野が三振に仕留めてマウンドを降ります。好ゲーム8回終わって4対4近鉄ロッテ双方ともに譲らず、白熱ゲームは9回にこれからなだれ込んでまいります。小川さん、はい、9回の表裏で決着がつくんでしょうか。そうですね、まあ、考えましてねここで本当にどちらにも勝たせてあげたいなというそういうね気持ちでもういっぱいです、本当そうですね。ホームラン賞としておもちゃの宝よりおもちゃ有効費株式会社上島より、確かに昨日あたりのゲームを見ておりますと、はい、ロッテどうしたんだと我々も感じましたけれども、今日の2試合を見ておりますとね、はい、本当に優勝を最後争っているチームと最下位ほぼ決定的なロッテとは思えませんもんね。思えません、もう全くそうですよ、これだけの戦いをね、まあ、3番のファンの皆さんはね目の前で見えるなんて幸せですよ。そしてマウンドには阿波野がね、はい、この高澤にホームランを打たれて4対4になりました。そしてロッテ層が高騰の園川の後にね、マウンドに上がってました
でこの回から西野が上がりますよ。そうですね、本当にベテラン西野は最後のマウンドを上げましたね。さあ、テレビ野球放送ここで、一度終わらせていただきます。申し訳ありません。水曜日夜10時を回りました。こんばんは、ニュースステーションの時間です。今夜お伝えするニュースが山ほどあるんですが、実はパリーグの優勝決定がかかっている試合が今山場9回の表2アウトまで進んでおりまして、ここで野球の中継をやめるわけにもいきません。とりあえず9回の裏までご覧いただいて、ニュースステーションはいつもより10分終わる時間を延長してお送りするということで、このところで手を打ってしばらく9回の裏までご覧いただきたいと思います。9回の表、近鉄バファローズが2アウトからトップ、選手会長の大石大二郎がワンオンワンから3球目で不戦のライナーのツーベースヒット、2アウトランナーセカンドになりまして、ベテラン西田に代わって、さあ今度は若手右の本格化関がマウンドに上がっております。ロッテオリオンズ、この試合解説は近鉄バファローズの V2 選手小川徹さんを迎えてお送りをしているわけですが、本当にぐる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 局面がもう明とアンデ双方ともに公平に訪れて入れ替わるという、そうですよね、大変なデッドヘイトゲーム。5回まではね素晴らしい投手戦、6回からはねこの攻撃 の、 いろんなあやといいますかね、はい、それで取ったり取られたりというね、こういう本当に白熱したいい試合ですね。2回の裏マドロック17号ソロホームランで1点先行ロッテ、6回の表オグリビーセンター前タイムリーで1対1同点、7回の表吹石第2号のホームランで近鉄逆転、マキシが続いた3号で3対1になりました。7回の裏ロッテ岡部11号ソロホームランで1点差、西村センター前ヒットで同点になりました。8回の表ブライアント34号で近鉄再び1点リードを奪って、ここまで固まったんですが、8回の裏高澤14号ロッテも粘った同点。そうでしたね、まあ、あの追い込んだところで、まあ、近鉄側としてはこれでいけるとね、そういう気持ちあったでしょうけど、やはりロッテも食い下がったといいますかね、はい、高澤のホームラン見事でした。そして9回の表2アウトから大石がレフト線のライナーのツーベース、関谷マウンドに上がって新井コールが分厚く激しくホットになりました。三塁ランナーがスタンド、近鉄ファン2アウトランナーセカンド、4対4同点、引き分けでは近鉄バファローズ優勝はありません。新井見ます、ダブルヘッダーの第2試合は新井センターへのヒット、ショートへのゴロ、バントセカンドゴロ、これが今夜5回目。そして近鉄のマウンドには8回から中1日でダブルヘッダー連投になりました阿波のマウンドに上がってます。2アウトランナーセカンドに大石、ボックス2番の新井、見つめる阿波野、歓声がすぐどよめきに変わる、ため息に変わる、はい、しかし関もボール早いですね。そんな声が今日は1回から充満している川崎球場ですからね。関もなかなか早いボール投げてます。確かに、気合入ってますよ。おっしょいコール、小刻みに湧き出す、三塁側内野スタンド、左中間のスタンド、一塁側内野スタンドどよめきました。高めのボール気味ですけどね、ボールがやっぱり速いから洗いでも釣られると言いますか、振りたくなるんですかね。4対4同点です。9回の表ツーアウトランナーセカンドに大石がいて、去年のパリーグのリーディングヒッター新井に期待を寄せる近鉄ファン、関耐えます、止める、水上ジスイズプロ野球、まさに打ちも打ったり新井よく止めた水上、白熱のゲームが好プレーを演出。9回の表が終わりました。川崎球場4対4同点、白熱してます。 This is ニュースステーションでございます。ニュースステーションは今9回の表までお送りしましたが、裏までお送りします。そして、今日は延長の場合13回までいきます。どんな番組に今夜はなるかわからないんですが、伝えるニュースもいっぱいあるし助けてください。最初のコマーシャル1分ほど、コマーシャル3
NTT ボルボ日本タバコがお送りします。野球は12回まででございます、12回あるいは10時44分が4時間ということですので、それまでには必ず決着がつくはずで生でお伝えできると思います。それでは9回の裏、バッターが登場しておりますので中継の方行きましょう。さあ9回の裏川崎球場、ロッテの攻撃も下位打線です。古川から始まります。怖い一発屋です。マウンドには阿波野がおります。アジア大学出身の阿波野、先輩なんですね古川選手が。そうなりますよ ね、 ね大学の。さて延長は12回までか、もしくは試合開始から4時間を過ぎて新しいイニングに入らないということですから、ちなみに試合開始が6時44分と正式タイムが届きました。先ほど久米さんも言われておりましたが、10時44分まではがっちりと白熱のゲーム展開できるわけです。4対4の同点です。したがってこのまんま青の力投して無得点に終わればですね、はい、130試合目近鉄にとってパリーグの優勝を決定する、行方を決定するゲームが延長戦にもつれ込むという、そうなりますね、はい。そして近鉄は17年目、この回からキャッチャーベテランの梨田を入れてます。小川さん、はい、あえて私は酷な質問しますが、どういうふうに9回の裏延長をもつれ込めば、ゲームのポイント勝負を決するのはどの辺にあると思いますか。いやね、もうこうなったら分かりませんよね、はあ、こういう白熱した試合ではもう何も分かりませんよ私は。白熱する打球ですが、ひで切れました。ただ私の方もそう、さっきから、ね、言われましたね、私の方も困るんですね。いやね、本当にね、これでしたら、まあ、大体ゲームの流れっていうのはね、一方的にこう傾きますよね、はい、そこでそのまま行ったりしますし、あるいは反撃してもそこまでというのはありますけど、はい、今日は1試合目も2試合目もね、どちらに転ぶかね、予測がつかないですね。はあ、じゃあもうあとは勝利の女神のウィンク一つと言いますかね、さじ加減一つとでも言いますか、今のところ勝利の女神が裾を絡げて天井高く右に行こうか左に行こうか右往左往しているという展開でいいんですね。そういう思っていいんじゃないでしょうかね。近鉄は8回からマウンド阿波野がってますが、はい、そして9回途中からロッテは若手の関上がってますが、五分と五分ですか。五分と五分だと思いますよ。どういった形でゲームが決着するのか全く分かりません。ブライアントが突っ込んで参ります。ギリギリバーリーはヒット。古川一塁ストップ。先頭バッターが塁に出た、先頭バッターが塁に出た。4対4同点です。ノーアウト一塁です。ロッテとってもしぶといですからね、これやはり先輩の意地でしょう、アジア大学のね。ああ、そしてバッターボックス袴田ですが、このバッティングまず、はい、先輩が圧倒したバット、まあ、シュートですよね、それを引っ張りに行かなかった、はい、これ良かったんじゃないですか。ダブルヘッダーの第1試合でもランナーが出ますと一塁にきっちり送りバントをした有藤監督、この試合も終盤からはそういう作戦取ってますね、はい、ここはもう当然送ってくるでしょう。ノーアウトランナー一塁、バッターボックスが袴田。今日はロッテオリオンズがたっぷりとたっぷりと2試合近鉄バファローズを苦しめ抜いております。三塁吹石が浅めの守備、もしもこの回ロッテオリオンズが1点を取りまして近鉄を振り切りますと、西武ライオンズが4年連続6回目のパリーグの優勝チームが決定と、そんな夜になります川崎球場です。現在は4対4同点、奇跡の逆転優勝へのタイトロープギリギリいっぱい、大井監督以下近鉄が渡ろうとしていますが送ります。おっとおっと、天野なしだ乱れた連携、記録バント内野安打、ノーアウトランナー一塁二塁、ノーアウトランナー一塁二塁、奇跡の逆転優勝へのタイトロープ、危険の点滅のから鳴り始めております近鉄。近鉄のブルペン加藤哲朗もやってます、左ルーキーの木下もやってます、
権藤ピッチングコーチです。小川徹さん、はい、4対4同点で9回の裏ノーアウト一塁二塁、断崖絶壁と申し上げていいですか。近鉄はそういう感じになってきましたね。今のあのバッテリーのあのボールを処理するどちらも声を出してね、姉妹目にどちらも遠慮したという形になりましたからね。はい、右ピッチャーが加藤哲朗、ご覧いただきました左ピッチャーが木下、そしてマウンドにはスリムなこの天野、はい、送ります。梨田も突っ込みます。転がった時点ではねキャッチャーが取りやすかったんですけど、はい、それがボールがねそのまま止まらなくてねスーッと転がっていったんですね、はい、バウンドしたのと転がりがちょっと違ったんですね、そこでバッテリーが慌てたんですね。4対4の同点で9回の裏ロッテオリオンズの攻撃はノーアウトランナーは一塁二塁、バッターはラストバッター先ほどファインプレーの水上、ダブルヘッダーの第1試合は4対3近鉄が9回2アウト満塁まで追い上げられて天野踏ん張って振り切ってマジックナンバー1にしました。勝ちが吉井10勝目、負け牛島でした。勝利打点なしだ、逆転タイムリー2つ目、西武天野が今シーズン初めてというのもプロに入って初めて西武を獲得。今日も4対3の場面で出てきて天野投手、しかし8回ランナーアウトを取って高澤に14号の同点のホームランが浴びてます。9回の裏ノーアウトランナー1塁2塁、中1日置いてダブルヘッダー連投の天野、忍び寄る左の肩に疲労の影、リードをするベテランの梨田、捉えたい送りたい水上、スリムなサウスポー天野、一つ牽制球を送る、バックナンバー14番をこちらに向けてランナー2人一塁と二塁に置かれてます。阿波野17年目ベテランの梨田、頭脳コンピューターぐるぐるとフルに回転、梨田と同期17年目羽田、2年目牧師ショート、キックオフプレーに入ろうというところなんです。小川さん、そうなんですね、阿波野が素直にホームへ投げればね、はい、あのバンドシフト引いてたんで、あのサードでアウトにしやすいと、はい、そこはちょっと野手とピッチャーが呼吸が合わなかったですね、はい、9月の16日以降26試合で21勝5敗の驚異的な奇跡のハイペースで西武ライオンズを捉えにかかった近鉄バファローズが4対4の同点に持ち込まれています。9回の裏ここでロッテオリオンズがサヨナラ勝利でも収めますと近鉄奇跡の逆転優勝の大きな夢果てます。勝負の市場がどんな結果を演出するのか、なかなかいけません。さて川崎球場ではご覧のように白熱した戦いが繰り広げられていますが、さて森監督をはじめ西武ライオンズの選手はどういう思いでこのテレビを見ているのでしょうか。さあ西武の選手たちも森さんも大変そうですよね、まさに、まさにデッドヒートが白熱するパ・リーグの優勝争いにふさわしい、その優勝争いを象徴する川崎の夜になりました。水上送りバントの構え、得点4対4の同点、9回の裏ノーアウトランナーは一塁二塁、天野セットポジション、おっと危ない、おおアウトになりました。抜けようというボールに飛びついた大石、そのまんまランナー古川の肩にタッチ、判定はアウト、バットのゴルフセカンドキャンバスに有藤監督もコーチも詰め寄ります。まさに飛燕の牛若丸的なタッチ、多い人でも申し上げますか、今のはねあのベースはついてたんですよ、そボールを処理した時に大石が押したんですね、はあ、で体が伸びきってたんで押された弾みで飛び出したんですね、だからアウトだと審判は言ったんですけれど、それは押したから、まあ、フェアじゃないということを抗議してるんですね。しかしこのジャッジの行方によってはこれは大きな1988年度のパリーグの覇権の行方を左右するポイントになりますね、大きいですよこれは。
これはなかなか有藤さんも引き下がれませんね。これはちょっと、下がれないですね。これはこれを見てみましょう。解説してください。はい、これボールそれが出ましたよね。ああなるほど。それでね、は飛び上がった時に押したんでしょう、ええ、それで古川が体が伸びきってたんでそのまま飛び出してしまったんですね。ええええ、まあしかし古川もね、ええ、がっちりと言ったらあれですけれど、もう少しセカンドベースね、滑るとかすれば押されても大丈夫だったんですけどね。セカンド塁審の新谷さんはアウトのコールをしましたよね、要するにランナーがベースを離れたんでアウトと、そういうコールですからね、もう一回見ましょう、完全に牽制球はセンターにそれると思いました、これを押したんですね。大石は連続動作になりますよね、しかしね、こうして見る限りちょっとロッテの方も受け付けられないような感じを受けますね。考えてみました、大石選手もアジア大学ですね、そうですね、古川選手の先輩になりますので ですね、先輩が後輩を押しのけたんですね。押しのけたんですね、いやしかし川崎球場今日はいろんなことがいろいろありますね。そうなりますね、本当にね。さて近鉄のブルペン、この抗議熱っぽいムードをよそに加藤哲郎あたりが投球練習をやっておりますが、有藤監督もここは引き下がれませんね。引き下がれないですね。こちらに日刊スポーツの野崎さんも今日はいらっしゃってるんですが、つまりタッチはしてるんですが、そうですね、野手が押して、塁から足を離させたんじゃないかという抗議が今有藤監督は続けてるわけなんですけれどもね、はい、ちょっと微妙ですね。しかし今日の試合は昨日ちょっとロッテに厳しく私言い過ぎたせいか、はい、必死ですね両方とも。いや本当にね、この近年にない盛り上がったゲームだと思います。今日の第一試合第二試合もね、私はもともとこのロッテとの今日のダブルヘッダーが多分鍵になると言い続けてきたんですが、はい、こんなことになるとはニュースステーションがまとめ送りできなくなるなんて思いもしなかった。ここまで来るとは思いませんでしたね。待ってる西武も僕は大変だと思いますよ。ちょっと朝日放送の放送席の阿部さんを呼んでみたいと思うんですが、阿部さん、はいはい、かなり有藤監督も興奮してるみたいですね。そうですね、ただね、久米さんね、このまま攻撃時間が長引きますとね、はい、試合時間が従って伸びますね、ということになりますと10時44分まで4時間制限ですね、はい、延長は12回までということになっておりますが、そうすると12回というよりも10時44分の方で4時間の方が引っかかってくるわけですね、となりますと4対4のままでいけばですね、近鉄バファローズは不利になるんです、うん、そこまで計算して有藤さんがいじめにかかってるのか、扇さんも早くやってくれとこの動きでしょう。はあ、やはり時間が気になりますからね。西武の方ですけどね、西武のナインはまだベンチには入ってなくて、どうも中の方の部屋でね、はあ、この番組を見てるようですね。そうでしょうね、祈るような気持ちじゃないですか。はあ、いや大木さんが行きましたね、とりあえずゲームは早く再開しようというふうな、話を審判団したみたいですよ。ちょっと待ってください、野崎さんのご意見は今のはどこですか。どちらが正しいと今のプレーに関して。そうですね、もうせっかくここまでね、パ・リーグのペナント最後の試合盛り上がったんですから、やはりもう審判が一度ジャッジを下したわけですからね、早くプレーを再開した方が、これはファンがみんな待ってると思うんですよ、ファンのためにも早く再開した方がいいと思いますね。この抗議は1分30秒以上続くと読みました。思い切ってコマーシャルいきます。今ファンがこれ大阪から近鉄で応援のために駆けつけているファンも大勢いるんですが、グランドに入りましてやや大混乱という中で、有藤監督の抗議は続いております。阿部さんがおっしゃったように早く始めてくれへんかいなという、これが扇監督ですが、抗議はまだ続いているようです。7分抗議が続くと読みました。リクルートのニュースからお伝えしたいと思います。未公開株の正解ばらまきや代議士への贈賄工作など数々の疑惑を生んだリクルート問題で、東京地検特捜部は今日リクルート本社など3カ所の家宅捜索を行いました。具体的な強制捜査の手が入ったということです。でこの強制捜査、特捜部の容疑ですが、リクルートコスモスの松原前社長室長による奈良崎代議士に対する贈賄工作なんですが、これをきっかけにして疑惑の中心にある未公開株の譲渡問題の全容が解明されるか、事態は新たな展開を見せ始めました。今日の家宅捜索とリクルート社の体質を中心に何かあったら野球の方はすぐお伝えします。VTR にまとめてございます。そちらの方をご覧いただきましょう。株譲渡や贈賄工作など数々のリクルート疑惑に、今日ついに東京地検特捜部の追及の手が入りました。捜索の容疑は、松原前室長が数人と共謀し、今年8月から9月にかけて3回にわたり奈良崎代議士に対し
数百万円の賄賂を申し込んだというものです。今回容疑の対象となった松原前室長による贈賄工作は、一つにはリクルートコスモス社の未公開株の譲渡問題の追及を交わすことがありました。しかし、より直接的には楢崎代議士が同時に調査をしていた情報通信事業をめぐるリクルート社と NTT との密接な関係や金融機関による巨額融資問題が絡んでいるとみられます。それはリクルート社が頭打ちになってきた情報誌中心の経営転換を図ってここ数年取り組んでいる新事業を指しています。リクルート社は誰もやらないことをやれをモットーに次々と新規軸の情報誌を発行、さらに大都市の地価高騰を見越したリクルートコスモス社による不動産の買い漁り、そしてコンピュータの時間貸しなど情報通信事業というニューメディアの分野にまで進出してきました。また一貫して借金がないと緊張がなくなるという考えのもと、金融機関から借り出した資金を惜しげもなくつぎ込んで膨張を続けました。金融会社ファーストファイナンスを含むリクルート主要3社への都市銀行などからの融資はおよそ1兆5000億円に達しています。このようにして情報化時代の波に乗り、江副浩正前会長を頂点として急成長を遂げたリクルート。しかしワンマン経営の会社にありがちな社内組織の立ち遅れも目立ち、守りには弱いとも言われてきました。それは楢崎代議士への贈賄工作に見られるような全てを金で片付けるという体質につながるものでもあると言えます。例えば三井三菱の大きな企業だとそんな勝手なことできないもん、うん、そんな500万円現金でねどっか運ぶようなそんな幼稚っぽいことできませんよ、システム上、うん、その金をどこで落とすかとか大変ですよこれ、うん、やっぱりああいう一種の大きな企業だけど、うん、中小企業意識じゃないかな、うん、伝統のある会社じゃあんなことやろうたってやれませんって、うん、絶対やれない、うんうん、やっぱそこにシステムがまだできてなかったんだろうね、うん、今日踏み切った東京地検特捜部の強制捜査は先月8日の楢崎代議士の告発を受けて、楢崎代議士本人や松原前室長らの事情聴取を行った結果、賄賂の申し込みありとする判断によるものでした。リクルート関係者だけがねこう問題にされるというようなことでは満足しない。つまり背後にあって濡れ手に泡の株をいただいてですね、売り抜けた政治家の人たち、それらのこの政治的道義的責任をいかに明らかにするか、そういう世論の中で私は司法当局がですねいい加減なところで捜査の線引きをするということはできないと思いますね。1分前に試合は再開されておりますが、今何事も起きておりません。起きたらすぐお伝えします。このニュースもきちんとお伝えしなければいけないので最後までお伝えしますが、今回のリクルート疑惑はリクルートコスモス社の未公開株が大量に政財界になられたというものですが、その構図を整理するとこちらの図のようになります。譲渡のルートは大きく分けて2つあります。1つは59年12月に安定株主対策として76人におよそ125万株が譲渡されたというもの、これを A ルートにしておきます。そしてもう1つのルートが第三者割当増資による譲渡で、60年2月と4月の2回にわたって行われ、およそ1500万株が63の会社と個人1人にわたっています。この B ルートのうち60年4月の分はもう最近有名になりましたドゥーベスト社やビッグウェイなどの会社から一旦江副前会長の手に戻りまして、政界財界などへ大量に流れたものと見られています。でこのような構図の中でどこの誰がコスモス株の譲渡を受けたのかが最大の疑惑になっているわけですが、 A ルートの76人には疑惑発覚の発端になりました川崎市の助役の小松さん、小松前助役や森元文部大臣が含まれています。そして B ルートでは先日共産党などが9人のリストを公表し、宮沢奥大臣や加藤前労働省事務次官が名前を連ねていたことは最近ニュースステーションでお伝えした通りです。この他この入手ルートは不明ながら渡辺自民党政調会長の秘書や民社党の塚本委員長も株の譲渡を受けていることが分かっています。しかし全部で1600万株以上に上るリクルートコスモス株の全容については依然疑惑に包まれたままです。今後の捜査について岩崎さんに伝えてもらいます。東京地検特捜部では楢崎代議士の告発を受けて以来急ピッチで疑惑の解明に当たってきました。担当検事を15人に増員して捜査体制を強化するなど、この事件に対する検察の意気込みは相当のものと言えそうです。今後の捜査の焦点は賄賂が会社ぐるみだったかどうかの解明にあります。特捜部では賄賂の申し込みは会社関係者数人と共謀した上でのことだったと断定しています。この数人に江副浩正前会長を頂点とするリクルートグループの幹部が含まれているのか、また500万円の出所はどこかといった点が捜査のポイントになります。また贈賄の動機部分の解明として疑惑の核心の株譲渡問題についても追及していく構えです。これについて特捜部では楢崎代議士から株譲渡先のリストなどの資料を提供されており、今日押収した書類も合わせて一連の疑惑の解明に大きく乗り出すものとみられます。まあ、東京地検特捜部がちょっと早めと驚いたんですけども、その家宅捜索について踏み切ったわけですけども、どこまでつまり巨悪を眠らせず、本気で正義の味方として、国民の信頼を得るようなことをしてくれるかですね。そうですね、うん、ですから今 の記者レポートがありましたけども、結局その松原前室長がですね、自分の考えで言ったと、お金もまあポケットマネーみたいなもんだと言ってましたけども、それはちょっと検察が取ってないようですね、そういう見方は、うん、ですから誰と一体共謀したのか、お金は会社から出てるのかどうか、それからもともとこれは何のためにやったかってことですね、はい、その動機目的、うん、そこからやはりこの背景にあるこの株の大量のばらまきですね、そこにまあそのメスが入ればある程度この事件の全容とは出てくるんじゃないかと思いますけどね。検察に頑張ってもらいたいですね、はい、川崎球場が大変なことになっております。9回の裏2アウトランナー2、3塁ロッテの攻撃が続いております。ここで1人でも入ったら近鉄これでございます。阿部さん、はい、試合が再開されました。9分間の中断でした。そして
結果水上がワンナッシングから2球目結局トラブルになったんですが、そのまま判定はアウトになりました。試合再開、水上がセカンドフライの後、今西村がツーベースを打ちまして、ツーアウトランナーは二塁三塁とチャンスが拡大されて、内田ロッテがサヨナラの場面を迎えています。そしてバッターボックスが2番の佐藤健一、バッテリー一塁キャンバスが空いております。一塁キャンバスを埋めにかかります。解説は小川徹さんです。これは当然の策でしょうね。これはもう当然ですね。次はまあ愛子左ですからね。はい、ダブルヘッダーの第1試合も9回の裏、ロッテオリオンズが2アウト満塁までこの阿波野を攻めつけ た, そうでしたよ、ね、最後森田がスイングアウトの三振で、はい、近鉄バファローズがマジックナンバー1にしてこのゲームに優勝をかけたんですよね。そうなりましたね、はい。しかし今度はね、愛工の場合はずっと試合出てる、先ほどでした森田はたまにしか出てないというね、そういうあのボックスの慣れというのはありますよね。左サウスポーの阿波野会、バッターボックス3番左バッターは愛工の勝負になります。愛工今日はセカンドゴロ、キャッチャーファールフライ、スイングアウトの三振、三塁ゴロ、ツーアウト、3つの塁がランナーを詰まってツーアウト満塁、得点4対4同点。ロッテサヨナラ勝ちならば自動的に西武ライオンズが4年連続6回目のリーグ優勝になります。阿波野しのぐかサウスポー、捉えるか、試合になりました。9回終わった。4対4同点続きます。延長戦です。すごい試合をやってますね。本当ですね。今日はその第1試合の展開も大変な試合だったんですが、球史に残る今試合がこんな時間までやったことあります？優勝決定戦は。いや、ありませんね。私の記憶でもありませんね。夜の11時近くまで優勝争いをしているというのは。しかし今のライトはよく取りました、レフトですね。もうライトもレフトも裏返っちゃって分かんなかった、ね、もう一か八かでしたね。あれ突っ込みすぎて取り損なったらもうおしまいですもんね。でももう1点入っても2点入っても同じですから、突っ込む以外はないんですけれどもね。よく足が動いた。もう今日は早めに消化しておけないと何が起きるか分かんないので申し訳ありませんが、コマーシャル。ということは10回の表裏の攻撃だけになりそうですね、野崎さん。そうですね、11回にはちょっと入れそうもありませんね、何か動きがありましたら必ずそのシーンは生かVTR でお伝えしたいと思います。ニュースを3本続けてお伝えしましょう。はい、インド西部で19日、乗客乗員135人を乗せた旅客機が墜落。これまでに130人の死亡が確認されています。この旅客機には日本人商社員2人が乗っており、生存は絶望視されています。墜落したのはインド国内航空のボンベイ発アーメダバード行きボーイング737型機で、日本時間の今日午前10時過ぎ、アーメダバード空港に着陸する寸前、誤って近くのビルに激突して墜落、炎上しました。この旅客機には乗客乗員135人が乗っており、これまでに130人が遺体で収容されました。乗客の中には事故当時現場付近は霧に包まれており視界が利かず、事故機は滑走路を越えて5キロ先のビルに衝突したということです。また日本時間の今日昼過ぎにはインド北東部アッサム州で乗客乗員34人が乗った国内線の旅客機が墜落し全員死亡しました。それではもう一本ニュースをお伝えします。天皇陛下は今日未明の吐血と下血に続き夕方にも下血がありました。体内での出血が進んでいるものとみられます。宮内庁が発表した午後7時の陛下のご容態ですが、体温37度4分、脈拍104、血圧は上が120で下が64、呼吸数は16となっています。今日は昼に 400cc の輸血が行われました。その後夕方になって再び若干量の下血が見られたため、さらに 200cc を輸血しました。これで先月19日の大量吐血以来、丸1ヶ月間での輸血総量は1万 cc を超えました。さて川崎球場ですが、10回の表、ブライアントトップバッターで、守備の乱れがありましてブライアント一塁に行きましたが、その後のオグリビーが三振して今ワンアウト一塁、もうあと3分しかありませんので、11回には入れません。つまりこの10回の表に近鉄は得点を入れないと引き分けということになります。悪くて引き分け、よくて引き分けですが、引き分けでは近鉄は優勝できません。この回どうしても近鉄は点を入れなければ優勝はありえないということになってきましたが、おツーアウト一塁スリーアウト、延長10回の表終わって4対4同点のままということは近鉄勝ちはありません。この瞬間西武ライオンズ
阿部さん、はい、がっくりきてますね、近鉄のベンチは。スタンドもそうです。なんとね、久米さんね、はい、一塁側のロッテファン、この時に通路へ向かってみんな帰り始めてます。もう10時42分ですからね。しかし三塁側の近鉄ファン残ってます、残ってます。近鉄はこの後守らなきゃいけない。そうなんです、勝ちはないんです、しのいで引き分けしかないんです。ということは近鉄の8年ぶり3回目のリーグ優勝の夢、ここに弾けてしまったんです、果ててしまったんです。これは近鉄の選手は、なんか全てが抜けちゃったという感じですね。そうですね、しかも負けてるわけじゃないわけですからね、うん、引き分けのタイのスコアでわずかに勝率の差で、しかもシーズンの最終試合、130試合目で西武ライオンズに優勝、粘られた、さらわれてしまったという格好ですよね。そして青野に代わって加藤哲朗がマウンドに上がりました。阿部さん、ちょっと西武球場を見てみます。はい、ちょっと西武球場の方、ファンが集まってたようですね。ナインが出てきたかもしれません。西武球場は試合もないのに盛り上がっているというそうですね、これは今観客席なんですが、テープが投げられまして、下の方のベンチに選手は出てきていま、いませんね。西武球場、久米さん、はい、西武球場です、はい、先ほどこの西武球場のですね、電光掲示板にニュースステーションのちょうど野球の絵が入りましてね、近鉄のダブルプレーが決まった瞬間に、300人から400人も500人ぐらいいますかね、集まったファンから一斉に五色のテープが投げ込まれました。あのテープはこのニュースステーション見てて投げたのか。そうなんですよ。それから選手はもうあの第1試合の時はね、9回の表もロッテがなんとか引き分けそうだという時にはもう早々とベンチに入って支度をしていたんですが、やはりその第1試合で空振りを食ったもんでね、今回はあのロッカーにこもって全員でテレビあるいはラジオを聞いていたと思うんですよ、はい、まだベンチを見てようやく選手がまだ降りてきてませんね。まもなくこの西武球場、森監督の胴上げが始まると思います。わかりました。川崎球場の近鉄のベンチでは扇監督が立ち尽くしております。まさに男の顔というその扇監督の顔をちょっとご覧いただいてコマーシャルに行きたいと思います。石橋さん、はい、西武球場です。スタンドの方はもう12分に盛り上がってるんですが、まだ肝心な選手が、ベンチの方に姿を現してないんですよ。そろそろだと思うんですが、本当にあの夕方から西武の選手こんなに長い時間待ちの苦しみを味わったことはないんじゃないかと思うんですが、もう第一試合の途中から本当に胃が痛くなる、タバコばっかり吸ってるよとか、この1時間で本当に痩せてしまったとかいうことを選手が言っていたんですが、まだベンチの方に選手が姿を現す気配はないですね。今こちらでは川崎球場の映像が見えてるんですが、はい、今優勝を逃した近鉄のナインが守ってるんですが、この守ってる近鉄ナインの表情っていうのがいいですね。そうですね、なんともいいっていうのも失礼なんですけど、非常に例えば大石選手は遠くを見る目で、はい、今ランナーが出てるんですよね、はい、で守っても何の意味もないんですが、ですね、ただ野球を最後までやらなきゃいけない。ちょっとこの近鉄選手のナインの顔を少しご覧いただいて、ランナーとランナーなし、マウンドが加藤哲朗が上がっています。キャッチャーは増した、ファースト肌、セカンド大石、三塁吹きショート牧師、肩、疲労の影にじり寄っています。大石の背中にも疲労の影にじり寄っています。しかし守ります。勝ちはありません。近鉄しのいで守って4対4の引き分け、あと一歩及ばない。8年ぶりの奇跡の逆転優勝の夢でした。外野手も3人。それではニュースを2本続けてお送りしたいと思います。その後は今日最初からやってますね、スポーツです。で、今西武球場で選手たち、そしてコーチたちが出てきまして、監督の胴上げがおそらく始まるところだと思います。石橋さん。はい、石橋です。
始まりみたいですね。ようやく今選手が集まってきまして、これはおそらく最後まで戦い抜いた近鉄の試合が終わるのを待っていたのではないかと私想像するんですけども、まあ礼儀ですね。今森監督の胴上げが始まりました。森監督が宙に2回3回舞います。及ばず、近鉄の8年ぶりの優勝の夢果てております。今西武球場で西武胴上げが続いていますが、川崎球場の試合が終わるのを待って始めたのかなと申し上げたんですが、川崎球場ではまだロッテの攻撃が続いてますね。近鉄は守っているということです。最後の最後までもつれた今年のパシフィックリーグですが、西武の運っていうのはやっぱり野崎さんあったんですかね。そうですね、まあ、それと引き分けの数がですね、西武は多いですね。まあ、微妙にそれが勝率に影響したということで、またこの引き分け論というのがね、また出るかもしれませんね。いや、僕は引き分けで近鉄は優勝できないんじゃないかって、ね、実は言ってたんですから、怖くてね、そういうことに結局なっちゃったという、そうですね、ことですね。まあ、今引き分けでというふうに申し上げたんですが、実は引き分けじゃないかもしれないんですよね。まだ攻撃が、続いているので、ひょっとすると、ひっくり返して、ロッテのサヨナラがあるかもしれません。西武のそれでは胴上げをもうちょっとご覧いただいて、松井君にやってもらいましょうか。今ご覧のようにですね、4対4、10回引き分けに終わりました。近鉄負けはしませんでした。引き分けに終わっています。さあ、それではですね、この熱戦、パリーグの最後を飾ると言ってもいいこの熱戦、第1試合をご覧いただきたいと思います。ご覧ください。最後の最後までですね、これだけ関心の、ね、高いゲームをやれるというね、まあ、そういう、ね、満足感でもいっぱいです。にして8年ぶりリーグ優勝までマジックは2。しかし先発した小野が初回いきなり愛工にツーランホームランを浴びて、近鉄にとって西武にとって大切な大切なこの一戦、先にリードを奪ったのはロッテでした。先手を許した近鉄は重くのしかかるプレッシャーに三振ダッシュ王小川にノーヒットに抑え込まれます。ところが5回、6番の鈴木がその小川からレフトスタンドへ、今日も奇跡が起きるのかと思わせる第20号ホームラン。2対1と近鉄が必死に追い上げます。ロッテもその後1点を加え、3対1となんとかリードを守るんですが、8回の表ワンアウト1塁2塁で近鉄のピンチヒッター村上がレフトフェンス直撃の2点タイムリーヒット。奇跡の逆転 V へ望みをつなぐ近鉄が3対3の同点に追いつきました。近鉄はなおもこの回小川を攻めて2アウト満塁のチャンスが続きます。ダブルヘッダーの第1試合は9回、ゲームセット延長はなし、引き分けでは近鉄の優勝はありません。左手首骨折の金村もいました。そしてバッターはブライアント。ブライアントのバットは空を切り、近鉄この回同点止まりに終わりました。そして最終回、近鉄無得点に終わればこの時点で西武の優勝が決まります。マウンド上は小川から牛島へリレー。ワンアウトランナー二塁でバッターは5回にホームランを打っている鈴木隆久。鈴木はライトへ弾き返しますが、ライトの岡部の好返球にダイソーの佐藤が3分間に挟まれてタッチアウト。ミラクルバッファローズ、これまでかと誰もが思いました。しかし続くピンチヒッター梨田がセンター前へ勝ち越しのタイムリーヒット。これが今の近鉄の勢い。土壇場で4対3とこの試合初めてリードを奪います。そして9回の裏、1点も許せない同点にすらできないこの場面で、リリーフの阿波野が迎えた森田を三振に仕留めて、ミラクルバッファローズ今シーズン最終戦を残してマジックを1としたのが第1試合でありました。さて、今この試合もご覧いただいたんですが、プロ野球パリーグにもう一つ衝撃的なニュースが入ってきました。阪急ブレーブスがリース業界最大手のオリエントリースに身売りされることになりました。ご覧ください。出ませんか。はい、ちょっとお待ちください。一旦コマーシャルということでございます。違うみたい。違います、近鉄。
近鉄の試合終了の表情が川崎球場です。フォーボール。試合終了。4対4。近鉄バファローズ引き分けに持ち込んだんですが、4時間という時間の壁に阻まれて4対4引き分けで近鉄バファローズ8年ぶり西武を追い詰めた奇跡の逆転優勝への夢ならず、ならず。三塁側内野スタンド奇跡の夢を追い求めたファンのそんな130試合結果を整理いたしましょう。第1試合は近鉄が勝ちました。そして第2試合は4対4のまま試合が終了。近鉄は負けはしなかったんですが引き分けということで西武の優勝が決まった試合でした。失礼いたしました。もう一度プロ野球パリーグに電撃的なニュースが入っているニュースをもう一度頭から言いますね。阪急ブレーブスがリース業界最大手のオリエントリースに身売りされることになりました。ご覧ください。よろしいですか。当社がプロ野球を通じてスポーツ文化ないし健康産業に果たしてきた使命は一応達成した、そういう判断によるものであります。ファンの皆様方そして関係各位の皆様方にいたしまして深く厚く御礼を申し上げる次第であります。年々の100万人の野球同意を達成いたしまして、これからという時に本当に残念です。西宮球場をフランチャイズとし球団名称はブレーブスを存続させることが条件となっております。ご本人のご承諾がいただきますならば上田監督に引き続きお願いいたしたいと考えております。球団の名前はこれはオーナー会議のご承認をいただかないと私から申し上げられる点ではございませんけれども、お許しいただけるならばオリックスブレーブスという名前にさせていただきたいと、そのように考えております。一昨日本社にオーナーからその呼び出しがありまして、そしてその時に初めてその球団上との件を受けたまったわけなんです。まあただその時は実際驚くというよりも夢じゃないかなという感じが第一感やったですね。もうシーズン中ですけども今度の球団上との問題が持ち上がった時に上田監督からこれから大変ですねって言われたばっかりなんですよね。同じ言葉をこの上田監督にこれから大変ですねってお返ししたいそれほどびっくりしました。いつ決まったんですかね。わからないですね。わからない。皆さんがね言ってくださる方がもうね耳に水、その今めちゃくちゃ腹立ってますよ。なんでやという、一生懸命応援してるんやないかって、阪急がという感じでね、もう嘘でしょねえ社長っていう感じでね、もう呆然としています。嘘でしょ。本当なんだ。信じられない。僕も阪急ファンなんですけどね。本当ですか。信じられない。本当。何回の二の目。本当ですの。ほんま。いや全然知らなかったわ。身寄りですか。考えられない全然知らないです、はい、これ本当なんですか。どちらの方で。南海ホークスの場合は噂がポツポツ漏れてきてはいたんですが、だいぶ先行してましたね。阪急の場合はいきなりですからね。ですね。これはびっくりしますよね。オリエントリースという会社が買ったんですよね、松井さん。そうです、はい、どんな会社か VTR をご覧ください。オリエントリース社は昭和39年に設立、この業界の草分けであり、昭和45年には一部上場され、今や5兆円産業に成長したリース産業の最大手です。主な業務は一般機械設備、電気機器などの企業へのリース、貸し出しです。さらに最近では住宅ローン、抵当証券業務などへも進出しています。また来年の4月には設立25周年を迎え、社名を変更します。新たにオリックス株式会社というものになります。そういった会社なんですか。オリエントリースが欲しいと言ったんじゃなくて、実は阪急が売りに出した方が先のようですね。そうですね。なんで売るんですか、阪急。南海に続きましてね、これで老舗の鉄道が持っていた球団がですね、しかもこれ2チームともパリーグで唯一の戦前からある
チームなんですね。これはこっちからこう時間が流れております、はい、これが1900、こちらが1988年ですね、はい、右から左へ時間が流れて、本当に阪急と南海との歴史があるチームなんですね。そうなんですね。っていうのは結局、まあ、あの鉄道会社が持っているメリットがですね、はい、結局沿線の開発をしまして、うん、そして運賃収入、そこに球場を作ったり宝塚を作ったりしてお客さんを呼ぶと、はい、結局全部もう開発されてしまったわけですね、うん、ほとんどあの沿線はもう定期で通っているお客さんも多いわけですよね。運賃収入も上がらない、それから観客動員もですね、思ったほど増えてこない、100万台には乗りましたけど増えない、それから企業の PR のイメージも今更阪急を売るという必要もないと、で毎年ですね5億近くの赤字を抱えるとということで、まあ、シビアな、まあ、企業と捉えればですね、結局それはもう譲った方がいいと、身売りした方がいいと、全く南海と同じケースですよね。それで南海の場合でも一番メンツが問題になってたわけです、はい、意外にですね南海があの身売りしたことで南海のじゃあメンツが南海がなんだかんだとこう言われるかというと、いえそうでもないわけで、かえって大阪の経済人の中では気楽になったと、赤字会社が減ったんで、これから先行きがあるという見方をされているわけですね。そうしたこともですね阪急はじっと見てたと思うんですよ。それで、あ、南海があの調子ならうちももうこれ手放した方がいいと、こういう形でどうも、身売りをしたというような結果になったんですね。まあ、南海と阪急が売って大栄とオリエントリースが買うという、まあ、本当に日本の産業構造の変換がそのままプロ野球へ出ちゃったということですね。そうですね。それにしても同じリーグの優勝チームが今日決まるという日にですね、こういうニュースが出てくるというのはまさにパ・リーグにとっては ね激動の一日だったですよね。なんか漏れそうになったんでしょうね、慌てて今日記者会見宣言だということになると思うんですが、本当にこの1988年というのは日本のプロ野球激動の年に、なったようです。もうないでしょうね。まあでもこれからですね、もうアメリカ大リーグと同じようにですね、簡単にこの売買がですね行われるような時代になりつつありますのでね、必ずしもここでないとは断言はできませんね。なんかジャイアンツ朝日新聞が買うとか。コマーシャルでございます。その前に、あ、もう一つ。何ですか？まだあります。いや、他に少しあったんだ。そうです、忘れてました、失礼しました。ニュースステーションでは必ず全試合をお届けすると約束がありますので、セントラルリーグを行われた一試合があります。ヤクルト対広島、実はこれは広島の最終戦、阿南監督最後の試合になりました。失礼いたしました。最終回を迎えたところで、ヤクルト1点リードと阿南広島最終戦ピンチ。しかし阿南監督3年間総決算の代打策が的中しました。ピンチヒッター西田が最多勝に王手をかけているヤクルトの伊藤から起死回生の同点タイムリーヒット。消化試合とはいえ広島ナインが気迫を見せて、試合はこちらも延長戦。しかし延長12回、まだホームランキングの望みを捨てていないヤクルトの池山が抑えの津田からレフトスタンドへ31号サヨナラツーランホームラン。伊藤はハーラータイの18勝目。結局阿南監督は最終戦を飾ることができませんでした。スポーツは以上です。